どうも、おしば竹蔵わさもんです。よろしくお願いします。今年の目標はチャンネル登録者数年内5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見てもらう山田くんとレベル999の声をするレベル9ギルドの一大事でです。まあ誰が喋ってるかは予想つくけどね。まあ、まず前回のそれ第8話が、第7話っていう、まあ、ずっと続いてて、第8話自体は、学園祭、山田の学校の学園祭に行って、あらまあっていう感じだったね。なんかもう、あらって感じだったよ。幸せな気持ちになれるから、最高で、よかったぜ。じゃあ、もう早速、第9話見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。ああ、でもあれからどうするんだろうね。ああ、楽しみ。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。あ、バイトじゃん。バイト先だ。ほら、アルバイト仲間、主婦、トング、うわ、もういいな、俺もこういうのやりたかったな、いいな。いや、でも自分がさ、男子高校生の時の女子大生は、マジで大人のお姉さんよ。だったな。でもやっぱその、学校でね、その付き合いがある先輩とは、関係が違うじゃん、ちょっと。だって、同じゲームをやってて、イベントで知り合ったっていうのがあるじゃん。それだいぶでかいよな。あ、でもそれで言うんだったら、あるかな。なんか、ツイッターとか、あと、熊本県で言うとね、熊本県のコミケみたいなやつがあったんだよ。それで知り合いはできてないな。アニクラと、いや、でも高校生の時行ってねえしな。逆パターンあったな。俺が大学生の時に、覚えてもらおうと思って、毎回コンビニに行って4番って言ってタバコを買ってもらって、買ってもらって、取ってもらってとか、ポンデリングみたいなやつとコーヒーを毎回夜8時に、火曜の夜8時に買い行くっていうのやったわ。覚えてもらったな。いい意味でか悪い意味でかはわからんけど、本編開始。本当だよ。ちゃんと待ってくれとるやん。ギルドの一大事だよ。
いい女だ。好きだ。かわいい。そんなこと、そんなことないって。早く結婚しろよ、お前ら。さりげなくできるのがイケメンなんだな。かっこいいな。山田好きだ。結婚してくれよ。どうした？ももちゃん。罠じゃないじゃん。ダメか。可愛いけどな、この爪。どうした？サブ隊回収したけれど。ほう、怖いって怖いって、ギリギリギリ、のぞき見元気。ああ、そう。
大人の対応だ。まあやっぱな、しょうがないよな。うん、しょうがないよ。あいつはメガネじゃねえ。あのメガネやん。普通の人。いやまあ。ほう。山田明人っていうんだ。河合塾だ。今この会話はちょっと聞くね。独り言か。そうだったんだ。うん。二人ともか。一口ができる。まあね、空でねえよ。ほら、やっぱ気になってんじゃん。ほら。爪作ったんかい。やっぱ風邪ひいてんな。らっしゃっせー。やばい、風邪悪化するやつだ。ハンバーガーだ。そうっすか。
そういうの気づくんだ。そうかじゃあ。すげえ。出るんだな。やっぱり綺麗な顔が出てくるんだ。もうそれはそういうことなんじゃない？お、店長。ああ、うん、お、はい、よかった。かわいい、かわいい、かわいい。やべえ、ゲーム入るぞ。今日いないんだよ。そりゃそうよ。よかった、冷えピタって。やべえな。やべえな。
人暮らしの熱ってきついよな、マジで。ウーバーとか使えよ。いや、やばい、山田じゃないあれ。やばい、山田。終わっちゃった。終わっちゃった。かっこいい。あれ、高校生ができんのか、すげえな、山田。いやー、マジで。でも、ほんと、一人暮らしの高熱、地獄だよね。すっげえ気持ちわかるよ。やべえってなるよな。布団からトイレまでで精一杯だよ。風呂なんかろくに入れねえよな。マジで動けない時あるからね。でも山田よくあの、たあれよね。だけルナちゃんの電話があって、あれこれやばいんじゃねってなって言ったんよ。いやー。早く結婚しろよ、お前ら。頼むから。頼むから結婚してくれ、お前らは。二人とも好き。またなんかあんのかな？どうなんだろう。あれかな？あれかな？やばい、終わっちゃう。終わっちゃう。夜の蝶やん。自分でやったか。メガネっ子癒し系。夜の蝶惨敗。それで電話だめだ。I have a cold now. 風邪ひいてます。すげえ。で、これがあって、さっきの自転車のところにつながるんだね。うわぁ、でもあのメガネちゃんも来んのか。椿さん。明らかに山田のこと好きやもんな。いや、でも茜も山田のこと好きだし。山田も多分茜のこと好きじゃん。椿さんどうすんだろう。
メガネちゃんが、メガネちゃんの立ち振る舞い、どういう風にするんだろうな。わかんねえけど、これは今俺はすごいいいものを見てる気がする。久しぶりだな、ほぼほぼリアタイできたのは。今が1時14分。久しぶりだな。いつも固めてんだよな。固めてるっていうか、まあたまたま仕事のね都合上ちょっとそういう風になるのが今まではちょっと多かったからさ。いやー、でも見れてよかったわ今日。はあ、幸せな気持ちになったね。よかった。よかったけど風は結構やばいよ。で、椿ちゃんもギルド入ってくるし、どういう風になるんだろう。楽しみ。終わり。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、山田くんとレベル999の声をするレベル9、ギルドの一大事だよ。でした。ありがとうございました。